やりましょうか。2018年の早稲田スポーツ科学の問題です。学部か。早稲田のその正誤問題全部やってるんだけども、今、何やったっけ、法学部全部やって、ほいで、なんだっけ、人間科学全部やって、ほいで、あと、なんだっけ、社会科学も一応、大体やって、今、スポーツ科学ってやってるんだけども、中でも、やっぱり、社会科学か。あれは難しいよね。あれが一番難しい。それと比べて、スポーツ科学っていうのは、これは簡単かな。一つには、ノーエラーっていうのがないからね。だからこれはもう本当に全部取れる問題だよね。はい、Approximately 25 million people in the country suffer serious hearing loss, and the likely cause in more than a third of the cases are too much exposure to loud noise.、ね、難聴っていうのかな、そういうの話だよね。これはまあ簡単で、一番よく出るパターンは一致なんだよね。要するに、he だから he walks in the park ってなるんだけども、その he とさ、walks が離れると、何が主語だったかわかんないわけよ。特に、例えばさ、なんだろう、one of the students。そしたら、動詞は is でしょ。まあ、それだったらわかるんだけども、もっと離れたらね、分かりにくくなるってことね。しかも、one of the students ってあるから、students は複数形だから、あーってなんかね、間違っちゃうわけよ。これもそれのパターンで、この主語は何かっていうと、the likely cause だよね。単数だよね。だから、ここが is になるわけね。これは簡単。Gulliver's Travels, first published in 1726, has since being translated into over 20 languages. ガリバー旅行記ね。これはネットでも読めるから。あるいはネットで、あれかな？なんていうの？朗読とかもあるからね。やってみてもいいかもね。特に普通知ってるのは、なんていうの？子供用に書かれたやつだけども、例えば、日本にも来るのかな？なんかそんな話あるらしいよね。それとかね、本も読んだことないんだけども。じゃあ何？ First published in、これか。Has been translated だよね、普通ね。だって、これだったら has プラス ing なんてないもんね。has プラス ing、have プラス ing ってのはないね。have プラス過去文詞はあるけどね。be プラス translated はこれ受動態だけども、だから has been translated。これの間違いだよね。これは前、どっかに間違いが一つあるんだからね。四つのうちの一つ選べばいいだけだから、そんな難しくないよね。I would have suggested that Jack take a rest for a few days before returning to work after climbing in the Himalayas. これも簡単で、would have suggested ってなるわけでね。have プラス過去分詞。それだけ。その次、not only did the palm tree triple in height、3倍になったわけか、高さがね、それだけじゃなくて、but double in wide after 3 years of observation、まあ、3年間観察したらそんな大きくなったと。これはさ、height なんだから、ここは wide じゃなくて width になるはずだね。width、width。これも簡単ですよね。で、by far as I am concerned、 これも簡単で、 as far as I'm concerned だね。もうこれ決まり文句として覚えといて、まあ、あとはこれだけ、まあ、明らかだったら見る必要もないよね。答え合わせ。答え合わせね。CCACA かな。CCC。4番し。
あ、そっか。え？ 3 番は CCA か。合ってるよね。これで、4番が C で、5番が A。うん、合ってる合ってる。まあ、これはちょっと全部できてほしいよね。もう一回ちょっと見てみると、一致の問題だよね。ありうる原因はっていうことや、この likely っていうのはね。is だよね。で、これは、時制の変化の問題。12英語には時制があるんだけども、現在、過去、未来、現在進行形、過去進行形、未来進行形、現在完了、未来かあ過去完了、未来完了、これで現在完了進行形、現在あ過去完了進行形、未来完了進行形ってね、それで12になるはずなんですけども、その作り方だよね。受動態の進行形とかね、あの辺はちょっとややこしいよね。そっかな。これも単語の問題だよね。これは決まりも。これは本当に優しいですわ。結構みんな取るんじゃないかな。ね。はい、終わり。